Stop it. Get some help. バーバラ、行くよ。原神1周年おめでとうございます。バーバラ役の鬼頭あかりです。はい、収録をさせていただいてからもうゲームがリリースされて1周年ということで、もうね、収録をさせていただいた時からすごくリリース、私も楽しみにしていて、リリースされてからも遊ばせていただいたりと、すごく私自身思い入れの深いゲームだったので、もう1周年こう皆さんに遊んでいただいて立つのかって思うとすごく感慨深いですね。私の周りでも結構原神やってるよっていう方もたくさんいて、バーバラめちゃくちゃ可愛いし使いやすいしっていうことを言ってくれる方も多くて、すごく嬉しいです。はい、いやもうバーバラ本当に初めて見た時からめちゃくちゃ可愛い子だなって思ってて、もうこんな可愛いキャラクターをね、声を演じさせていただけるっていうのもすごく嬉しかったですし、ゲームのストーリーとかイベントでも結構たびたび登場していて、先輩の結城葵さんからもなんか今回のイベントのバーバラめっちゃ良かったよっていうラインが来たりしてすごく嬉しかったりしましたね。そうですね、やっぱりバーバラはアイドルをやっている子なので、こうアイドルとして歌って踊ってる姿っていうのを見たことがないなってずっと思ってたんで、いつか見たいなって思っていて、そういう歌って踊るバーバラの、お話が見れたらいいなって思ってます。そうですね、まあなんかバーバラはアイドルっていうことで自分で言ってるんですけど、こうバーバラ以外にアイドルっているのかな、この世界にって思って、こうバーバラと一緒に歌って踊るアイドル、また他のアイドルがいたら楽しいのかなって思って、そういうのも見てみたいなって思います。そうですね、バーバラがすごく可愛らしい女の子なので、かっこいい女性キャラクターだとか、あとは少年キャラクターとかも演じてみたいかなって思います。そうですね、まあ、さっきも言ったんですけど、バーバラの歌って踊る姿が見たいっていうのもにもつながるんですけど、どっかの広場とかにバーバラがいて、そこに行くとバーバラのアイドルのステージが見れるみたいな、そういう機能があったらいつでも見れるようにしてもらいたいなって思いますね。はい、原神1周年ということで、皆様にたくさん遊んでいただいて愛していただいているんだなっていうのをすごく私も日々感じております。本当にすごい面白いゲームですし、楽しい機能もキャラクターもたくさんいて、本当に素晴らしいゲームですので、これからも引き続き旅人の皆さんには原神を楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。これからもどうぞ原神を、バーバラをよろしくお願いします。ということで、バーバラ役の鬼頭あかりでした。バイバーイ。